なみにこのスパークメールは祝最新シングルスパークリリースにかけてメールを募集しているんですが、うん、そのメールのテーマはスパークの意味の中にある火花に注目し、はい、火花が出てしまうほど衝撃的なこと、うん、という内容でメールを募集しております、うん、はい。ちなみに今回ベストスパークメールに選ばれた方には僕たちの愛のメッセージを送りたいと思います。わー、はい、では早速紹介したいと思います。いくよー、カモン。ラジオネームミナーンさんから届きました。ミナーンさん、ありがとうございます。3代目の皆さん、こんばんは。私のおばあちゃんは自転車を漕ぐのがすっごくめっちゃ速いです。中学生の私より速くてスパークしました。しかも、はいはいはい、おばあちゃんは私の家に来る時も自転車で来るそうなんですけど、はい、電車だと1時間ほどかかる距離なので40分ぐらいに着きます。半端じゃないです。これを聞いて私をスパークしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、皆さんのおばあちゃんすごいっすね。これ相当脚力あるね。いや相当やばい。スパークっす、これめっちゃ面白い。これいやーすごい。え、電車より速いってことこれ。いや相当すごくない？これ想像だけしてください、うん、電車走ってんすよ、うん、その横おばあさんがバーッて行くんでしょ。バーッて行くんですよ。すごいね。やばくないですか、想像したら。すごいよこれ。自転車なん、何の自転車これ。まあ、マウンテンバイクじゃないですか。マウンテンバイクかな。ちゃんとしたやつかな。おばあちゃんマウンテンバイクの絵が見たいな。いやそれもやばいっすね。やばいよ。いやそれ次世代おばあちゃんっすよ。次世代おばあちゃんだね。マウンテンバイクを乗るおばあちゃんっすよ、うん、いや相当面白いわこれ。でもそういうおばあちゃんいるんじゃないですか。健康ってことですよね。いやそれ素晴らしいことっすよね。めっちゃいいことじゃないですか。